Perfecto para un rey. サイヤ人との戦いにより命を落とした仲間たちを生き返らせるため、ゴハンたちはドラゴンボールを求め、遠くナメック星へと旅立つ。だが、そこにはフリーザ一味やベジータまでもがドラゴンボールを求めてやってきていた。ついに、全宇宙も巻き込む大激戦の幕が開く。なんだ、てめえは。お前なんか、僕がやっつけてやる。よーい、はじめ。どこ？てめえは俺様に何の用だ。こうなったら俺が戦うしかないか。まあいい、とりあえずぶっ殺してやるぜ。ちくしょう、なめるな。よーい、はじめ。
そこまで。じゃ、ちくしょう。何者なんだこいつは。よーい、はじめ。ベジータ、貴様。よう、ずいぶん久しぶりだったな、ドドリアさんよ。貴様はここから消えてなくなれ。殺されたくなかったらな。何を怯えている。なんでさっさとかかってこないんだ。この俺を見くびるなよ。よーい、はじめ。
よう、ずいぶん久しぶりだったな、ザーボンさんよ。ベジータ、貴様なぜフリーザ様に逆らおうとする？簡単なことだ。俺はあのフリーザって野郎が前から気に入らなかったんだ。愚かな。フリーザ様に勝てると思うか？聞いたぞ。フリーザはサイヤ人を恐れてる。パワーをたった今見せつけてやる。よーい、始め。この程度で手も足も出んとはな。驚いたな。確かに素晴らしい神殿だが、そのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。ザーボンさんよ、
あんたの死はもう近いよ。死が近いだと笑せるんじゃない。私は貴様より戦闘力が高いんだぞ。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。いくら貴様が戦闘力を上げたとしても変身した私には勝てるはずがない。サイヤ人は戦闘種族だ、なめるなよ。よーい、はじめ。ドラゴンボールを七つ揃えし者よ、願いを言うがいい。了解した。ではさらばだ。
ち。これは試合場のゴミ拾いみたいなもんかよ。しょうがねえな。あ、僕が相手だ。かかってこい。ああ、こりゃあっという間に終わっちまいそうだ。よーい、はじめ。これは試合場のゴミ拾いみたいなもんかよ。しょうがねえな。何を、地球人をなめるなよ。ああ、こりゃあっという間に終わっちまいそうだ。よーい、はじめ。頭にくるぜ。
ったこな顔しやがって、やる気はあんのかよ。お前キモい、息も臭い、喋るな。なんだと、このグルド様に向かってチビのくせに。もう許さねえ、泣くほどいたぶってやる。よーい、はじめ。やっぱりお前キモい、息も臭い、喋るな。うっけー、こんなへんてこなやつに頭にくるぜ。僕の初勝利、ペンさん褒めてくれるかな。ベジータちゃん、今度は俺たちの番だ。ギニュー特戦隊リコーム
よーい、はじめ。あれ？わからねえことをおたく元気があるのか。負けてたまるか。よーい、はじめ。うっとこっちね。そげわかる。これ以上大化け野郎の冗談には付き合ってられねえ。一瞬で永久におとなしくさせてやるで。
よーい、はじめ。なかなかやるじゃねえか。どうするおめえたち、とっとと自分たちの星へ帰るか。うるさい、行くぞ。やっぱ帰らねんか。とう、よーい、はじめ。
俺様より早いやつがいたなんて。久しぶりに本気で戦う必要があるようだな。ガタガタ言ってねえでさっさとやろうぜ。思い知らせてくれる。よーい、始め。おっと、貴様の相手はこの俺だ。ベジータか。さっきまでの俺様とは一味違うぞ。うるさい、黙りやがれ。よーい、始め。Yeah!
死にやがれ。お父さんじゃない。あれはお父さんじゃありませんよ。体を取り返させてもらったのさ。こっちの方が相当に強かったもんでね。え？おうさ、この俺は義乳特戦隊隊長、義乳様だ。よーい、はじめ。するんだ、悟空。この俺は義乳特戦隊隊長、義乳様だ。なんだって？早速試させてもらうかな。戦闘力18万以上のとんでもねえパワーってやつ。よせ悟空、お前は操られてるんだ。よーい、はじめ。
泡が引き出せないというのか。バカ、外見がカカロットなんで思い切って攻められんようだ。よし、この俺が始末してやる。チッ、ベジータか。どけ。よーい、始め。願いを言うがいい。いだろう。願いは叶えた。ではさらば。などじわじわなぶり殺しにしてくれる。本性を表しやがったな。手に上がれ。何を言い出すかと思えば、どうやら私の恐ろしさを忘れてしまったようだ。思い出させてやるぞ。よーい、始め。泣きよっと。Yeah!
動しました。止めてぶっ飛ばしてやる。いいだろう。そこまで死にたい。見せてやる。こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。殺される。よーい、始め。ただのチビではないよ。今のはさすがの俺も少し痛かったぞ。しかし相手が悪かった。ただ怒りを買っただけだ。気をつけろよ。こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。悪夢だ。よーい、始め。Come on!
まあ、ただのチビではないよ。今のはさすがの俺も少し痛かった。しかし相手が悪かった。ただ怒りを買っただけだ。やつがフリーザか。なるほど、確かにとんでもなさそうな化け物だ。まだナメック星人が生き残っていたか。さて、宇宙のゴミを片付けてやるか。よーい、始め。初めてだ。あのチビにあれほどの戦闘力はなかった。お前なんか死んで、ウルトラだ。そうか、あのチビはサイヤ人。よーい、始め。Are you?
死よりも恐ろしい究極のパワーというのをご覧に入れましょう。大サービスでご覧に入れましょう。私の最後の変身、私の真の姿を。これはこれは久しぶり。どうわっ。よーい、はじめ。これはこれは久しぶり。どうわっ。よーい、はじめ。死よりも恐ろしい究極のパワーというのをご覧に入れましょう。大サービスでご覧に入れましょう。私の最後の変身、私の真の姿を。We'll be right back.
約束でしたよね。地獄以上の恐怖を見せてあげた。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。俺はスーパーサイヤ人だ。相変わらず冗談きついね。たまれフリーダー。よーい、はじめ。やつだね。さすがにちょっとムッときたよ。思ってたよか、ずっとガキっぽいな。まだゴミが残っていたのか。ベジータはオラと戦う約束をしたんだ。邪魔すんなよ。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。身をぶっ壊せ。よーい、はじめ。Oh!
ウォーミングアップはこれぐらいにして、そろそろその気になろうかな。地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人、穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。ちちくしょうちくしょう、終わりだフリーザ。この俺は死なん。死ぬのは貴様だ。よーい、始め。待たせたね。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がねえんだ。早いとこ片付けようぜ。木っ端みじんにしてやるぞ。あの地球人のようにな。あの地球人のように。クリリンのことか。クリリンのことか。よーい、はじめ。これ、なんだ。
とはいえ、貴様らしくねえ惨めな最後だったな。俺はなんとか地球へ蹴ってみせる。おめえは自分で破壊してしまったこの星と運命を共にすんだ。ついにフリーザを打ち倒し、全宇宙の平和を守った Z 戦士たち。俺は怒ったぞ、フリーザー。地球に戻った彼らは平和な日々を過ごすが、ある不思議な青年により新たなる脅威の訪れが告げられるのである。Deja tu debilidad atrás y acaba con los dioses mismos.